常集、日本人の単群研究についての研究報告をさせていただきます。北海道大学大学院文学院日本史学研究室の専門研究員、北山翔子と申します。よろしくお願いいたします。資料集、日本人の単群研究について、本育財団が主管する単群、古朝鮮及び東アジア史定立のための韓日共同研究において、本育財団から提供された資料集が日本人の単群研究です。ここには14名の日本人執筆者、落合直澄、林大輔、吉田東吾、中道夫、白鳥倉吉、坪井久米蔵、草加博史、三浦博之、高橋徹、平岩祐介、小田翔吾、稲葉訓山こと稲葉岩吉、青柳南明こと青柳綱太郎、今西龍蘭による単群論18編が取り上げられています。本報告では、資料集を通して、近代日本人の単群研究を実証的に解明し、その特質について総合的に把握することに努めました。具体的には、それぞれの単群論について、要点の整理を行い、履歴及び経歴、社会的背景を勘案した上で、史学史的視座からそれぞれの単群論が持つ特質を分析しました。まず、落合直澄、林大輔、吉田東吾について見ていきます。落合直澄は、江戸時代後期となる1840年、天保11年生まれ、没年は1891年、明治24年です。落合は1888年、明治21年に発表した帝国記念史案の中で、単群について、イタケルの神と単群とは同心にして、スサノオの神の巫女なると述べています。落合直澄英一によると、落合は幼少期から20歳までの間に、漢学や古典の素養を身につけたようです。1868年に戊辰戦争で功を立て、後に東京で神技官宣教研修博士に任官しました。昇格を重ね、帝国記念史案を出した1888年には、神職の最高位、大教丞になります。以上のことから、単群をスサノオの神の息子であるイタケルの神と主張した要因には、長く神職を務め、国学に精通していたことから、危機が常に身近にあったためと考えられ、落合にとって国史とは危機が前提になっていたと言えます。三国史記と東国津巌について、大日本史に必須とし、もし世に関心なかりせば、千万年を経るも我が死の記念を訂正し、その実を見ること、あたわざるなり、と、高く評価している真意も、朝鮮への関心の高さよりも、国史を補完できるものとしての評価と考えられます。落合は、1667年の和国版、東国津巌を定本にしたと思われ、だとすると、林画報の序文にある、
スサノオの神イコール三冠の一祖を念頭に置いていたと考えられます。その上で、江戸時代の師匠、日本春秋を引き、朝鮮では短軍を、イタキソ、あるいは、白木明神、日刊神と書いてあることを根拠に、短軍は滝だとし、イタケルの神の別称がイタキソ、あるいは、カラカミソホリであることから、短軍とスサノオの神の息子であるイタケルの神は同一神であると主張しました。林大輔は、黒船来航後の幕末、1854年、安政元年に生まれ、1922年、大正11年に亡くなりました。林は、1892年に出版した朝鮮史において、短軍神話を、その説口頭にして、にわかに信ずべからず、ある人曰く、イタケルの神、一名を肝心と言いたれば、事実、大略不合せり、また、謙虚に近し、としています。支那上代の研究にある年表を見ると、明治初年には官学を収め、1883年に臨時設置学科だったために、待遇面で差別のあった東京大学古典講習科鑑賞科に入学し、1888年に卒業すると、病弱も要因となり、1908年に東京高等師範学校教授となるまで転職を繰り返しました。なお、1914年には、上代漢字の研究によって文学博士号が授与され、1916年には、秀光とその時代により、帝国学士院恩賜賞を受賞しています。朝鮮史では、起死朝鮮を朝鮮に起こった最初の国家と認め、国家体制については、帝や法、陛下を使用しないことで、中国に対しての王国の礼を取り、年号も中国のものを踏襲していると指摘し、朝鮮が真の独立国とは言えないとしました。林は、東国図鑑と表題音中東国史略をテキストとして使用したと思われます。短軍認識は非常に明快で、荒唐無稽な説、にわかに信ずるべきではない。と言い切り、落合直澄のイタケルの神イコール短軍説に対しても、道理に合わないことを無理にこじつけているのに近い、と二べもなく否定しました。コン・スンチョルによる先行研究では、林が制度や科学技術における朝鮮文化の優秀さや、科学的、合理的文化要素に注目し、それを高く評価していたことから、非科学的で不合理な落合説への批判は当然だとし、近代国学への警戒心を持っていたとしています。吉田東吾は、江戸時代末期となる1864年、元治元年に生まれ、1918年、大正5年に亡くなりました。吉田は、1893年出版の日刊古史談において、朝鮮の古史全く欠け、公人共説して錯乱、
意図はなはだし。漢詩開国の最高男子。単軍、オビトに出て、平壌に途遊す。これ、帝行母親の年なり。決して信ずべからず。後世に至り、その相前を断じて、これを神にしたるのみ、と批判しています。吉田については、故文学博士吉田東吾先生略伝によると、1874年、10歳で小学校を中退後、試験を受けて教員になりますが、やめて軍隊に志願入隊するも、翌年除隊し、再度1887年に高等小学校教員検定試験に合格しました。しかし、1889年には小学校教員を辞職し、以降は雑誌や新聞に論文を寄稿し、それらをまとめたものを出版するようになります。1895年には、地名辞書の編纂を計画し、1907年、第5巻及び作為の出版で完了すると、1908年からは、東序日本史を編纂し、1914年までに全10巻出版しました。1909年、大日本地名辞書により、文学博士号が授与され、1904年から1913年頃まで、多くの学会や学校からの講演依頼を受けて、精力的に歴史講演を行っています。1901年からは、東京専門学校、翌年には早稲田大学に改称していますが、講師となり、1911年には教授となり、1918年まで勤め、1917年には理事となりました。このように小学校も卒業せず、定職にもほとんどつかないまま文学博士となった吉田は、明治大正期の立志修養、立志成功、立志伝といった伝記物に何度も取り上げられています。第一編太古記にある太古記念表で、西暦の紀元前3世紀にあたる日本について、二尊初めて国土を平定せらる、天祖昇臨せらる、スサノオノミコト唐国に行かせらる、雨の日ぼこ、秦国より来帰すと書かれている点は、危機の信頼同様です。紀元前3世紀以前を、情勢、いわゆる信頼の再編、これ考えずとしており、同時期の諸漢朝鮮紀年は、朝鮮人いう、単軍開国とそのこと痛く前後を誤る。肝心伝う、周代の始め、騎士、朝鮮に入ると、今を去ること、実に3000年となすなり、誠に叱るや否や、として、日本の国生み以前に存在することになる、単軍と騎士を否定しています。このことから吉田が、国生み以前を、信頼と考えていたことがわかります。イザナギイザナミの国生みや、スサノオとイタケルの渡韓も肯定した吉田ですが、朝鮮については騎士を否定し、単軍に至っては数行しか咲かず、決して信ずべからずとしました。吉田はテキストとした漢詩が何かを明らかにしていませんが、早稲田大学所蔵の吉田東吾旧蔵書籍の中に東吾窟巻があり、
これをテキストにしたと思われます。また、騎士の記事では、三国遺事からの引用があることから、東京帝大版の出版以前ではありますが、三国遺事も何らかの手立てで読んでいたようです。次に、同時期に探軍論を発表した白鳥倉吉と中道夫について見ていきます。白鳥倉吉は、江戸時代末期の1865年、慶応元年に生まれ、戦時中となる1942年、昭和17年に亡くなりました。1894年1月に発表した探軍稿では、探軍の自責は元来仏説に根拠せる架空の先端なればなり、と述べ、同年12月発表の朝鮮の古伝説稿では、朝鮮の古伝説の中にて、最も猛端を極めたるは、探軍の伝説とす、と述べています。白鳥博士昇伝によると、1887年、東京帝国大学文化大学史学科に入学した白鳥は、日本に近代歴史学をもたらしたとされる、ルートヴィッヒ・リースから直接学んだ学生の一人でした。1990年に卒業後、学習院大学教授となっています。もともとの専攻は西洋史でしたが、学習院で支那周辺諸民族の歴史を担当したことから、東洋諸民族の研究に手を染めました。1904年には、学習院大学との兼任で、東京帝国大学文化大学教授となり、史学科で漢文史那語学第三講座を担当しています。1905年にアジア学会を創設し、1907年に東洋協会と合併した後は、学術調査部において東洋学研究に従事し、満鉄東京支社に働きかけ、満泉史研究のための歴史調査室を1908年に設置しました。1914年から7年にわたり、東宮語学門御用係、語学門上教務主任を務めました。1921年に学習院大学教授を退任すると、1924年には、東洋文庫設立に尽力し、1925年の帝大定年退官後は、1929年に史学会理事、1934年に日本民族学会理事長、1939年に東洋文庫理事長に就任するなど、学術的要職を歴任しています。学習院大学教授時代の1900年には、博士会から博士の学位を授与されますが、これについては津田宗吉が、ヨーロッパでの知名度が高まって、雑誌に論文が掲載されたことから、日本国内の学会でも功績が評価されたと記しています。以上の経歴からも明らかですが、白鳥は生涯にわたって、日本のアカデミズムの中枢に存在していたと言えるでしょう。探軍論については、学術的に探軍を批判した最初の人物でした。白鳥は三国遺事をテキストに、そこに見られる仏教思想を詳細に分析した上で、辛辣に探軍神話を批判しました。仏説とする根拠に、高句麗の長寿王時代に始まった北魏への朝貢外交をきっかけに、当時北魏を席巻していた仏教が渡り、流盛したことを挙げ、これを理由に探軍神話の成立時期を長寿王の時代、在位期間は413年から491年ですが、
にすべきと主張し、短軍の伝説は当時の思想を商標する歴史上格好の記念物だと述べています。なお、短軍公では短軍伝説が生じた時代を仏教の朝鮮渡来時期と義書編纂時期から類推すれば、372年から551年までの179年間の間にあるとしたのに対して、中道夫が朝鮮古史公で短軍の伝記が漢詩にはなく、朝鮮人による創作としたため、朝鮮の古伝説公では短軍のことは漢詩に見えずと改め、義書を疑問視しています。以上のことから、白鳥の主張が以降の研究に多大な影響を与え、特に植民地期の朝鮮における短軍批判や短軍否定の基礎となったことは明らかです。中道夫は江戸後期の1851年、嘉永4年に生まれ、1908年、明治41年に亡くなりました。中は1894年4月に発表した朝鮮古史公で、三国遺事については、この伝説は仏法統流の後、宋との捏造に出でたる妄誕にして、朝鮮の古伝にあらざることは一見して明らかなり、とし、東国津岸については、全く宋との妄説を歴史上のこと、歴史上の事実となして、これを接録し、ただその残位の年数は、ゴン君の東国史略によりて、1048年とせり、その上下に、子信の案を記して、この説理あり、と言いたれども、彩石無調と言える時代のことにして、証とすべきもあるにあらず、かつ後世の僧との妄誕につきて、強いて理解を下さんと欲するは、はなはだ言われなきことなり、としました。文学博士中道夫訓伝によると、1872年に慶応義塾に入塾し、卒業後は教職に就きますが、頻繁に転職を繰り返しました。養家が困窮を極め、生活苦にあえぎ、また就学、就職においても苦労を重ね、その収入は一家を養うために費やされました。生活に追われる日々ながらも、1888年には全6巻の品通史を出版し、さらに研究を進め、1901年には博士会から文学博士が授与されました。朝鮮古史公のテキストが三国遺事と東国津岸であることは内容から明らかですが、論文が発表された1894年当時、東京帝大版の三国遺事が出版されていないため、どの三国遺事を入手したのかは不明です。また、ゴンクムの東国史略によりてとしていますが、先行研究によると、ゴンクムの東国史略は、牧野3から4の一冊しか現存していないため、短軍に関する記事はなく、1048年の引用は、東国史略ではなく、東国津岸を引用したものであり、中の勘違いと思われます。いずれにしろ中も白鳥同様、短軍伝説を厳しく批判しました。このチャプターの最後のセクションは、日本における抹殺された神話群についてお話ししたいと思います。危機自体に書かれた通り、すでに存在し、広泛に広まっていた多くの神話を取り込み、解釈し、
抹殺して作られたものが危機です。明治になって大日本帝国憲法の精神的支柱として危機が採用されるまでは、日本神話イコール危機ではなかったはずです。危機以外の神話群としては、例えばアイヌ民族の創生神話、琉球国に渡った日本人僧太忠が書いた琉球神道記や、琉球国の正史である中山聖観に出てくる奄美経、出雲の創世神話などがあります。先行研究では、水野佑が、危機自体が合目的的に選択されたものであると指摘しています。この合目的とは、中君愛国の市場を根強く植え付けさせることであり、それを最も強力に説明する法度として、神話がその役割を演じさせられたのであり、目的にふさわしくない内容の神話や伝説は抹殺されることだとしています。また、上田正明は、危機神話の世界が日本神話のすべてを網羅したものであるかのように考えるわけにはいかないと指摘しています。一方、1929年に書かれた松村武雄の神話学論考は、すでに興味深い指摘をしていました。危機成立時点において、危機以外の神話の輪滅があり、先住民族はおそらく幾多の自己神話を従愛され、あるいは喪失されていると述べています。具体的に言うと、闘争の勝者である天孫系民族の天皇家のことですが、集団的差別傾向及び公正本能によって、劣敗者の神話を取り込んだり、改変して吸収したり、抹殺するかして危機神話を成立させましたが、蝦夷、隼人、クズの神話の多くが失われ、出雲神話も一部を失ったとしました。危機による一国一神話化が進み、天皇の神格化が徹底されていた時代に、かなり踏み込んだ指摘だったと思われます。以上のことから、危機の一国一神話化についてまとめると、危機成立時点において、神話の輪滅、すなわち、一国一神話化が行われていたこと、危機が明治政府による大日本帝国憲法の精神的支柱となり、国家神話化したことで、さらに一国一神話化は進化したということが言えると思います。さらに付け加えるならば、危機が宗教思想によって殉職されたという先行研究の指摘に従えば、植民地朝鮮において日本人研究者による単軍神話に対する批判の要諦と全く同じというアイロニカルな事実が明らかになっています。